前回までのファイナルファンタジー14は。それじゃあ聞かせてもらえるかしら。古の時代に起こり、これから再び起きようとしている終末の最悪について。だから闇の力を、活性の力を持つゾディアークを創造したのですね。星全体のエーテルの流れを増強し制御する、まさに断りを敷き直すがごとき神業です。絶対の神がいないなら、俺はあいつがミンフィリアが支えようとしたものを信じてみたい。親愛なるレポリットの皆様、ごきげんよう。ついに私たちの定番ですわ。前回までのファイナルファンタジー14は、命を捧げたムーンブリダのことです。私がルイゾワ様の弟子としての、あるいは暁としての使命以外に目を向けられていれば、あなたの命に勝るものなどないのだと、ちゃんと伝えられていれば、彼女は今も笑っていただろうと思えてなりません。お前たちはどうするつもりだ。私たちが走っていく姿、ちゃんと見てたよね。邪魔をしないならばそれでいい。それから何かあったら相談すること、理解できて。アジントタ、良い夜を。前回までのファイナルファンタジー14は、空が燃えてる。本当に終末が来たんだわ。そこに疑心獣がいて今消滅した。そうなんでしょう。おい天竜、俺を連れていけ。あいつらを守りたいのなら決断すべきじゃないか。こちらの準備は万全だ。正念場だなブリトラ。さあ蹴散らすぞ。見よ、獣は解き放たれた。前回までのファイナルファンタジー14は、ラザハンの皆よ、私はブリトラ。古よりこの島に住む竜だ。この光景をイゼルが見たならきっと喜んだことだろうね。かもな。負の感情によってアーカー社が動かされ、人を獣に変えたりエーテルもなしに活動させてる。そんな可能性もあるんじゃないかって。エルピス、私には心当たりがない言葉だわ。我々の時代にはと言っていたということは、この線で追うのも無理ってこと？いや、一人だけいるかもしれない。エリディブスだ。前回までのファイナルファンタジー14。まさか君に起こされるとは。何をどうしたらこんな事態になるんだ。君が過去のヘルメスが所長をしていた時代のエルピスに行くという手だ。ただしあれはあまりに遠い過去だ。これだけの条件が揃っていてもしっかりとした門は開けないだろう。向こうにたどり着いた君は、かつて私が召喚した光の戦士たちよりもさらに希薄な状態になるに違いない。おそらく誰の目にも見えないし声すらも届かない。ハイデリンよ、私は先に行く。残された者の意地で、君と新たな英雄のやり方でこの星をどうか。前回までのファイナルファンタジー14は、危なかった。怪我はありませんでしたか？聞かせてもらえますか？あなたのこととここに来た理由について。
最悪の先にある未来だ。順を追って話してみろ。荒唐無稽だ。私は必ず同胞を、友を、良き人々を蘇らせる。とても信じられたものじゃない。世界は私たちのものだ。よまいごとはもう十分だ。私は仕事に戻る。二度と邪魔をするな。しがらみは断たれよ。観難は注げ。念時の意思をここに示さん。前回までのファイナルファンタジー14。サガス、終わりを知ってなお立ちすくまぬ強さを恐れば、今を諦める理由にはならないの。サガス、もつれた足を先へ進ませる者を。生きるとはそうやって行いを積み重ねていくことだ。命の形で定められるものではない。サガス、暗闇のうちに喜びを。生きたかったとあがいていた人がいた。はい、そうですかって手放したりできないのよ。絶望の中でも消えぬ光よ。バカな、お前なぜそこに。私に託されたものを投げ出すなよ。前回までのファイナルファンタジー14は、本当に心配かけて。ブリエンジュ、ハロー、会いたかったぜ。ムーンブリダが信じた人は、力いっぱい押した背中はその後もちゃんと歩き続けてくれていた。うちの自慢の娘の笑顔を今日はとても近くに感じるよ。私も今やっと思い出せています。あの笑顔は眩しく温かく、悲しいものではなかったこと。前回までのファイナルファンタジー14は、共に背負おう。お前たちがこれからなすことの責任を家族として分かち合わせてほしい。前回までのファイナルファンタジー14は、ファイナルファンタジー14は、悲しい、怖いよ、辛いよ、痛い、憎い。でも、ここから先は私たちの巣、思いだけが真実となる世界。そしてここに渦巻く思いたちは、命を肯定していない。あなたたちはあることすらできないわ。